バンビューレン軍はアメリカ合衆国アイオワ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7570人であり、2000年の7809人から3.1%減少した。軍庁所在地はキーオオソオカ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。この都市にはアイオワ州で最古、国内でも2番目に古く、 現在でも使われ続けている軍庁舎がある。バンビューレン軍は1836年に設立され、軍名は第8代アメリカ合衆国大統領マーティン・バンビューレンにちなんで名付けられた。バンビューレン軍庁舎の名番、建設年とアメリカ合衆国国定歴史建造物登録年が記されているバンビューレン軍は1836年12月7日に設立され、 軍名は第8代アメリカ合衆国大統領マーティン・バンビューレムにちなんで名付けられた。軍庁舎は1843年9月にギリシャ復古町で建設され、アイオワ州で最古国内でも2番目に古く現在でも使われ続けているものである。1977年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に登録された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は490.55平方マイルであり、このうち陸地484.82平方マイル、水域は5.73平方マイルで、水域率は1.17%である。バンビューレン軍軍庁舎以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の 国勢調査による人口統計データである1850年国勢調査記録によるありがとうございます。